はい、本日のジュニアチャンネルのゲストはこの方です。アンリです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。まずアンリさんなんですけども、お父様がですね、交通事故で、お亡くなりになったということなんですけども、まずこの事故のですね、概要の方をちょっと教えていただきたいんですけども、今から4年半前、2019年の1月22日に私の父が、会社からの帰宅途中に原付で運転して帰ってきてたんですけど、途中にその途中の道で事故に遭って亡くなってしまったんですけど、事故の当初、事故当初は事故相手が自分が乗用車を運転してるんですけど、自分が交差点を青信号で直進しているところを相手、私の父が原付で急に右折をしてきて衝突して事故が起きてしまったという説明を警察にしてたので、警察もそのまま事故相手の証言を鵜呑みにして、私たちにもそういうふうに伝えてきたし、事故の状況を伝えて、そういうふうに説明してきたし、報道にも発表してしまったので、事故の翌日には新聞とかにも私の父が右折しようとしたところ、事故が起きたというふうに発表されてました、その最初事故の一報があった時に、アンリさんはどちらにいらっしゃったんですか？私は事故が起きた日の前日に、私の弟ががんの手術を受けていたので、当時私は神奈川に、結婚して神奈川に行ったんですけど、弟のお見舞いに行くために実家に戻ってきてた、たまたま偶然というか、こちらに三島の方にいらっしゃった、そうです。なのでその事故が起きた時、もう父が帰ってくるっていう、帰宅するのに帰ってくるっていうので、母と私と子供たちと、あと妹と実家に行って、で母がなかなかパパが帰ってこないってなって、その時にその救急車のサイレンの音とか、すごい聞こえてきて、家の前を通ったんですよ、救急車とか後からが、それを聞いて母がちょっとパパに何か起きたあったんじゃないかって言って、母と妹が車で父を探しに出かけた、なので私はその母からの連絡を、実家で待ってる状態です。そして警察から連絡が来たって形になるんですか？そうですね、母の携帯から、母の携帯から電話がかかってきて、出たら警察官だったっていう感じ。お父さんはいつ もうバイクで通勤とかなされてたんですか？そうです。最初の警察の調べでは、お父様の方が加害者扱いだったんですか？そうです。それを聞いた時にどう、最初に聞いた時にどう思われました？第一報を聞いた時に、もう事故の起きた交差点が片側3車線、結構大きい交差点なんです、で、その説明だと、父が大通りを2段階右折しないで急に右折してきたという説明だったんですけど、本来父の通勤ルートってその片側3車線の大通りじゃなくて、その交差する細道なんですよね、細道から細道に直進しているはず、でその方が早く通勤できる、交通量が少ないので、なのであえてわざわざ危険な大通りを右折するっていうのがおかしいなっていうふうに思ったんですよね、それを母が、当時警察官にタブレットで地図を出して、私の夫は直進から直進、その道を直進してるはずなんですよって言ってるのに、警察官それも右折って言うんですよ、でこれ直進でしょって言ってるのに、それも右折ですって言われて、でその大通りから来てもその細道から細道も右折ですっていう言いくるめるような
言い方。もう決めつけてる感じだったんですか。そうです、とにかく右折したのは間違いないですからって言われて、はい、もうその説明で、はい、おかしいって家族で思いました。はい、その時じゃあ目撃者っていう人はその段階でいらっしゃらなかったんですかね。その段階ではいなかったです、ね。じゃああくまで加害者の、はい、まあ、その最初の運転手、事故を起こしてしまった加害者の意見を全て、はい、信じてしまったっていう形なんですかね、はい、警察の方は。そうですね。じゃあそこから、ちょっと違和感を持って思ったとこからどのような行動を起こしたんですか、ご家族で。次の日も、事故が起きた次の日に、はいはい、やっぱりもうずっと寝れなくて、私も、うん、はい、で兄弟も、うん、もう成人してる兄弟が下に2人いたので、はい、3人で、結局そのガウンで手術を受けた弟も、はい、無理やり実家に戻ってきちゃったので、退院して戻ってきてたので、はい、話をして、やっぱりあの警察の説明おかしいよね、はい、何か、はい、いても立ってもいられなかったので、うん、すぐその翌日にはインスタとか、はい、ツイッターとか SNS で目撃情報を見かけ、はい、でその日にも私もチラシを自分でアプリで作って印刷して、はい、事故の2日後にはチラシを配り始めた。じゃあもう結構もう確信が自信はあったんですね。ちょっと自信はありました。結構じゃあ現場検証とかでそんなに大して捜査しないんですかね、警察の人たちっていうのは。そのいろいろ事故った時に、そうですね、一応その事故の2日後に警察に、はい、父が持ってたジップ、はい、ライターが見つかったから取りに来てほしいっていうふうに言われて、はい、その時に父の通勤ルート、はい、もう家から会社までの全ての通勤ルートを教えてほしいって言われて行ったんですけど、はい、その時に、まあ、私たちも独自で、はい、ここに防犯カメラがあるとかって話をしてたので、はい、ここに防犯カメラありますよねとかっていろいろ言ったんですけど、はい、そしたら、あ、もうそれはそこは調べないみたいな感じで言われて、はい、今はその信号が赤だったのか青だったのかを見てる、うん、検証してるだけだから、はい、途中の防犯カメラ調べないみたいな。じゃあもうルートに関しても決めつけてる状態だったんですか、もう、まあ、その段階で。そうですね、持ってきてとか言われたんですけど、はい、そう、防犯カメラ調べないって言われました。ドライブレコーダーとか特にその相手の車にはついてなかったんですかね。相手の車にはついてたらしいです。ついてたんですか。そう、ついてたらしいんですけど、もともと不具合があったのかわからないんですけど、うん、映ってなかった。じゃあそれは故意に消した可能性もあるってことですよね。私たちはそう思っちゃうんですけど、そうですよね、警察は、はい、それはないって言ってました。それはない、うん、じゃあその加害者の方がじゃあスタートからもう嘘の供述をしてたってことになるんですよね、結局は。そうですね、結果的に、うん、結果的に、うん、そうですね、その事故の起きた交差点があって、はい、次の信号もあるんですけど、はい、まあ、高架下なんですけど、うん、はい、結局その次の信号も赤 で、はい、でその事故が起きた交差点も赤なんです、うん、まあ、赤って続いてて、うん、自分は2回青信号を確認して、うん、あ、ちょっとだけが、はい、2回確認して青だったから着信したとか言ってみたり、はい、途中でその父が右折してきたかわからないとか曖昧になってきてたので、はい、警察が、うん、やっぱり嘘だなと思うんですよ、はいはい、その辺でも警察はもう固くなり最初の結果を曲げなかったんですね。そうですね、はい、まあ、事故の相手が女性だったんですけど、はいはい、相手は普通の主婦ですから、なるほど、まあ、嘘つかない、うん、主婦が嘘つかないみたいな、うん、よくわからない説明をされました、ね。その事故が起きた時、ま、事故後なんですけども、その加害者の方と何かしらお話はされたんですか。その一応、はい、事故当日に向こうが、ま、取り調べを終えて、うん、搬送先、父の搬送先の病院には、はい、旦那さんと来たらしいんですけど、は
私たちはもうその時に警察に事故状況を説明された後だったので、うん、はい、もう絶対おかしいなと思って、うん、それはお断りしたんですよ。するのは、うん、で看護師さんを通じて、うん、相手の方が一応電話番号をメモに書いて渡してきたんですけど、うん、はい、それから私たちからの私たちの方から連絡することはなくて、はい、向こうから連絡が何回か来たんですけど、はい、弁護士にお任せするっていう形で、うん、はい、あ、直接的になんか謝罪みたいな言葉っていうのはなかったんですかね。あ、ないですね。あ、接触してないんでっていうことなんですかね。お手紙とかも特になく、手紙も届かなくて、はい、で、まあ、1ヶ月後事故が起きてが1ヶ月後くらいに事故現場でたまたま接触することはあったんですけど、はい、その時も向こうは特に話しかけてきたりとかはなかったです。あ、なるほど。あれですか、結構その事故が結構なスピードでぶつかられたんですかね、バイクとその車っていうのは。そうですね、でもまあ車は50キロぐらい。50キロくらい、はい、ああ、なるほど。それじゃあ目撃者をちょっと探し始めて、はい、結構すぐ見つかったんですか、次の進展としては。あ、すぐ見つかりました。じゃあ目撃者いらっしゃったんですか。いましたね。ああ、じゃあその方が出てきて、その方の証言でまたその事故が動き出したという形になるんですか。そうですね、はい、あとその無理やり退院してきた弟に、はい、うん、ツイッターとかを任せてて、はい、で弟がその事故の情報を呼びかけたツイートが当時3万件以上リツイートされて、はいはい、結構やっぱ三島だと話題になってたんですよね、うん、なので警察の方も騒がれちゃってるので、はい、まあ、動かざるを得ないような感じで、 なので三島署じゃなくて、はい、県警、静岡県警、静岡県警本部が出てきたんですよ、途中から、うん、そこから結構急展開っていう感じで。あ、じゃあ逆を言うと大きくならなければ、うん、はい、目撃者が出てきても動かなかった可能性はあったかもしれない。 ありますね。その辺が結構怖いところですね。ちゃんと声があるのに、はい、まあ、大事にならない可能性もあったわけですもんね。そうですね。マスコミとかは結構注目してきて、はい、動き出し、静岡県警まで出てきたっていう形になるわけですもんね。そうですね。騒いでっていうか、はい、うん、話題になってなければ、はい、もうそのまま、はい、説のまま終わってたと思います、ね。あ、それで結局目撃者の方は何名くらい出てきたんですか。その事故の瞬間を見てたっていう方は2人くらい、はい、いて、はいはい、それでも目撃者いた場合ってあれ、その事故が起きた瞬間に警察の方って聞かないんですかね。あ、一応看板を出してました。看板出してたんですか。出してくれたんです。はいはい。それと、うん、あとチラシ、私たちが、うん、配ってたチラシを見て、はい、県じゃなくて三島署、はい、言ってくれた方が2人くらい、はい、あ、それで、流れとしては模擬者が出てきて、うん、静岡県警も出てきて、うん、そこからまた再捜査という形になるんですか。そうですね、事故の現場の近くに、はい、まあ、あるお店があって、はい、そこのお店の防犯カメラがあるんですけど、はい、それを、まあ、普通はすぐ見に行くじゃないですか。普通はそうですよね、最初の段階で。そうなんですよ、うん、それを三島署じゃなくて、はい、県警が押さえたらしいです、防犯カメラを。ああ、それは再捜査の段階でですか。再捜査というか、まあ、結局逮捕さ相手が逮捕されるまでって、はい、事故が起きてから10日間くらいなんですけど。あ、事故が起きてから10日間で、じゃあその最初の結論から変わったわけですよね。あ、そうです、ね。あ、じゃあ比較的そこはスピーディーだったんですね。そうですね、割と、はい、話題になるのも早かったので、はい、うん、で、まあ、結局そのお店にも私たちも行ってたんですよ、はい、防犯カメラを見せてほしいって、はい、ただそこのお店の店長さんが、はい、県警本部が、はい、今日持ってきましたよって、うん、カメラを持ってきましたよっていうのを教えてくれて、はい、でそれを警察にも聞いたんですよ、はい、三島署じゃなくて県警が持ってったって聞いたんですけど、うん、はい、でもそれは三島署はやっぱり否定してたんですよ。あ、知りませんみたいな感じで、まあ、連携してるからみたいな。あ、なるほど。三島署と県警本部が連携してるから、うん、別に県警が持ってったとか、うん、三島署が持ってったとか関係ないよって言ったんですけど、うん、それはもう5時
もう2年刑事裁判終わった後、はい、県警の方に聞いたら、うん、それはあのそうですって言ってました。なんでそこで三島署は隠す必要があったんですかね。やっぱり無駄に騒ぎ立てられたくなかったっていうのが、うん、それを認めちゃうと、はい、私たちがまたツイッターとかで、はい、言うだろうなっていうのを、はい、なるほど。そのじゃあ再捜査始まってからはその相手の加害者の人は結構正直に罪を認め始めたんですかね、それとも捕まってもまだ否認をしてたんですかね。あ、認めなかったです。あ、捕まってもずっと認めない、はい、はい、その認めてない状態でどういう形で進んでいくんですか。ずっと認めてなくて、はい、で私たちは防犯カメラって証拠があるって、はい、うん、警察に言われて、はい、父に過失がないことは分かったんですけど、はい、なぜかその刑事裁判が始まるまで、はい、その防犯カメラの存在を人に言わない、うん、言ってはいけないって、うん、私たち言われてた、釘を刺されてたんですよ。それ警察の方から、警察から、はい、署から、うん、でその理由が、はい、刑事裁判が始まった時に、はい、その加害者に対して、はい、こっちには防犯カメラっていう証拠があるんだって、うん、できるように、うん、私たちは人に言っちゃいけない。あ、最初に手の内を見せないで後から見せるみたいな方針でいこうみたいな感じだったんですかね。はい、はい、で、はい、まあ、当然私も刑事裁判でまだ経験したことがないので、うん、はい、あ、そうなんだって納得しちゃったんです、うん、まあそうなっちゃいますよね、言われたら、うん、でも途中でその、はい、まあ、弁護士あの2人目なんですけど、はい、ずっとお願いしたのは1回入れ替えたんですけど、はい、2人目の弁護士さんにその話をしたら、はい、で最初にその刑事裁判が始まる前に加害者に対しても証拠を見せるから、はい、刑事裁判の時にドーンなんて、うん、こっちにこんな証拠があるんだっていうのはドラマの話で、うん、あ、現実は違うと、現実は違うから、うん、その説明、三島署の説明すごくおかしいって言われて、うん、やっぱそうですよね、はい、なんで、うん、こっちには防犯カメラっていう証拠があるっていうのを口外してほしくなかったのかっていうところもおかしい、うん、あ、じゃあそれなぜ口外してほしくなかったかっていう理由は結局分からずじまいだったんですか。分からずじまい、分からずじまい、うん、でもその防犯カメラきっかけでお父さんのその無実が晴れたわけですよね。その映像はじゃあ残ってたんですかね。残ってました、もう事故の瞬間というか、はい、あ、じゃあ結局事故の詳細としてはちゃんと本当の理由はどういう形の事故だったんですか。お父さんは信号を守ってて、うん、って形で、はい、相手の車が信号無視っていう形だったんですか。あ、そうです。あ、結局相手の方は信号無視で、はい、突っ込んできちゃったという形だったんですか、結果的には、はい、あ、それをその結果を踏まえて結局その加害者の方はどういう罪に問われたんですか。過失運転致死。過失運転致死、それは結局、執行猶予はついちゃったってことですか。そうです。あ、じゃあ現実的にはもう一般的な事故ではなかなか一人、亡くなってしまっても執行猶予っていう形が多いんですか、現状。そうですね、はい、死傷者一人だと、はい、ほとんど過失運転だと、過失運転だと、はい、だいたい執行猶予はついてしまう。だいたい執行猶予がついてしまう。あ、じゃあ結局相手の方はもう終始否認の状態のまま、うん、もう裁判終わっちゃったっていう形なんですね。そうですね、途中で、はい、検察から、はい、取り調べの検査が始まる前の段階で、はいはい、防犯カメラを見せられて、加害者が、はい、相手の方が見せられて、はい、一度認めたんですけど、はい、あ、その加害者の方が、加害者の方が、はい、本人は一度認めたんですけど、はい、旦那さん、うん、その女性事故を起こした女性の旦那さんが認めるなって、はい、うん、なんかそこも結構いろいろあったんですけど、はい、なったらしくて、はい、こんな不鮮明な防犯カメラの映像を信じるなみたいな話になって、うん、はい、本人は認めたのに、はい、また否認状態に入って、で初公判も否認したんですよ、はい、私は信号無視をしてないってなって、うん、でその時に相手の方のドラレコじゃなくて、はい、カーナビをまた操作するって、はい、
で第2回公判ではカーナビの解析結果が出て、はい、まあ、防犯カメラの映像と、はい、あと目撃者情報と、はい、カーナビの解析結果を全部照らし合わせて、はい、もうあの相手の方が信号無視をしたのはどうかの証拠になっちゃう、ので、はい、第2回公判からやっと認めた。ああ、なるほど。1回じゃあ認めて途中からまた否認転じて、うん、でカーナビの再捜査で、うん、もう一回あの認めたっていう形だったんですか。そうですね。あ、その防犯カメラに関してはあのご家族皆さん見られたんですか、実際の。私たち見ました、はい、あ、それは結構やっぱちょっともうちゃんと映ってたんですか。あ、まあやっぱ鮮明ではないんですけど、はい、でまあ、その瞬間というかその動きは分かるようなカメラではあったわけですね。あの、もう暗かったので、はい、その時間帯が、うん、1月の18時台、はい、暗かったから、うん、まあ、なんとか、あ、父の原付のライトが、うん、あ、なるほど、はい、動きで、あ、そうです、そうです。あ、でも昼間だったら、はい、多分分からなかった。あ、そのレベルだったんですね。そのレベルです。あ、ちなみにその事故現場っていうのは結構もともと事故が多い場所だったんですか。あ、多いです。あ、じゃあもともと多かったんですね。多いですね。あ、じゃあお父さんも結構その道路は結構普段から気を使って通られてたってことなんですね。そうです。そういう事故が多いっていうのを認識してて、はい、それもあって、はい、あの、大通りは使わないっていうふうに家族に話してたので、はい、そうですね。その警察の説明が、うん、おかしいなってそこに気づけたっていう感じです。あ、なるほど。それで結構あの誹謗中傷もなんかあったってことなんですけども、はい、誹謗中傷はな、何がきっかけでそういう誹謗中傷って起きるんですかね。そうですね、はい、結局その目撃情報を集めた時に結構いろんな方にフォローしていただいて、はい、ツイッターをフォローしていただいて、うん、はい、皆さん結構その後の近況とか進捗状を見てくれたんですけど、はい、その相手が逮捕されてから、はい、なかなかまあ起訴されないっていうのと、うん、あとあの死傷者一人だと結局執行猶予がほとんどつくっていうのを私たちは知って、はい、署名活動を始めたんですよ。あ、なるほど。早く起訴してほしいっていう意味を込めて、うん、あとまあ厳罰化、そうですね、してほしいって署名を集めてて、はい、だけどその防犯カメラ、はい、証拠がありますよって言っちゃいけないって言われてたので、うん、ああ、まあそうか、まだ言っちゃいけないんです、その段階では。そうです、そうです、はいはい、一応客観的な証拠があるっていうのは言っていいけど、うん、防犯カメラって言っちゃいけないって、うん、なぜか言われてたので、はい、まあ、その署名活動を私たちがいきなり始めて、うん、みんな、なんかやっぱりみんな、うん、そので証拠あるのって、あ、そう、一般の方はそう思っちゃいますよね。そう思っちゃう人もいたと思うので、うん、はい、でもその証拠は何があるんですかって聞かれても、はい、防犯カメラですって答えられなかった。あ、はい、怪しいって思う人たち、あ、なるほど、うん、増えてきちゃった、増えてきてしまった、はいはい、なのでお金目的で騒ぎ始めたって言われたんですよね、はい、最初、最初、うんうんうん、そう、やっぱそのお金目的っていうので、うん、結構レ、まあ、ネッテルが貼られてるじゃないですか、はい、そこからやっぱりまあいろんなこと、はい、まあ、私の弟に対してがんが再発 すればいいのに、結構ひどいことも言われるんですね。すごいですね。あ、で私の実家を特定して、はい、ボロい家だとか、あ、そういう人も出てきちゃうんですか。すごいね。だからお金目的で騒いでるんだとか、お金欲しいんだよっていうふうに言われて、はい、うん、まあ、私の顔画像とか、うん、わざわざその Facebook を検索して、はい、シーンを貼り付けて、うん、いろいろその顔のこととか、うん、そのこともすごい言われましたね。あ、じゃあもう本当まさにそのネットのいい部分と悪い部分を同時に見たという形ですよ、うん、ネットに救われた部分もあったわけじゃないですか最初は。そうですね、はい、その後は今度は逆にネットの怖さの部分を経験してしまったと。そうですね、ずっと応援してくれる方も未だにいますし、はい、でもやっぱり誹謗中傷も、はい、今はほとんどなくなりましたけど、同時に見たっていう感じですね、はい、そのカメラの存在を明らかにしていい瞬間っていうのはあったんですか。それはもう刑事裁判始まってから、はい、裁判が始まってから、はい、ああ、なるほど。裁判が始まってからはじゃあオープンにそのカメラのことは言っていいってことになったんですかね。そうですね。あ、でもその辺がちょっとやっぱ謎ですよね。最初の段階でなぜ防犯カメラを調べなかったのかとか、うん、その辺がちょっといまいちね
ご家族の方もなかなかその辺は未だに分からない部分ですか。そうですね、はい、証拠があるのにそこ調べないっていうね、うん、なんかその辺がちょっと不思議だなっていう感じはしますけどね。そうですね、はい、自分たちがずさんな操作をしてたっていうのを、あ、そっか、そこでバレちゃうからか。そうですね、私たちに言われたくなかったのと、はい、衝動のミスというか、はい、ああ、なるほど。最初はじゃあもうその加害者の言うことをすべて信じてしまったから、うん、もうこれで押し通そうという形で行こうと思って、はい、カメラも調べなかった可能性はありますね、うん、最初はね、はい、あ、でも今誹謗中傷の方もほぼ今はないっていう感じですか。そうですね、はい、去年、うん、去年の1月に、はい、全国放送のテレビ番組に出て、はいはい、その直後はやっぱりまた思い出したかのように、はい、うん、誹謗中傷が結構来たんです。あ、去年まではまだあったんですか。 ありました。全国テレビ出ちゃったら。あ、そうです。あ、はい、今それを見て初めてこの事故のことを知る人が、うん、なんとなく思いつきで、はい、気軽な気持ちで私に送ってきたりとか、うん、ツイッター見て、うん、誹謗中傷を送ってきたりとかっていうのがちょこちょこあって、はい、でももうひどいものに関しては、はい、私はもう告訴するんで、うん、ツイッターで宣言して、はい、で実際告訴もしたんですよ、はい、それをツイッターにその都度上げてたので、はい、警察に行ってきましたって上げてたので、はい、それからはほとんどない。あ、やっぱ告訴も結構手続きはいろいろ面倒なんですか。面倒ですよね、あれもね、はい、費用もかかるし。そうですね、はい、やっぱり都内とかだったら、うん、はい、警察も、うん、結構その誹謗中傷の手続き、告訴の手続きとかって分かってるらしいんですけど、はい、まあ、三島署だと、うん、まあ、そのあしらわれたりはしなかったけど、はい、警察の方自体も、はい、どこまでが誹謗中傷なのか、うん、わからないっていう感じで、はい、結局弁護士連れてきてほしいって言われて、はい、そうすると弁護士費用がやっぱかかっちゃって、はい、大変でしたね。あ、かなりかかる。なるほど、うん、それで結局じゃあ、最終的に裁判はどういう形で最終的にはもう決心されたんですか。結論的には刑事裁判。刑事裁判、はい、刑事裁判は、はい、結局はもうその父が右折してきたってか、相手の最初の言った、うん、まあ、嘘っていうか、うん、事実と異なる証言をしたことっていうのは、はい、量刑には反映されない。ただ単に信号無視の死亡事故なので、はい、その偽証罪とかそういうのは問われないんですかね。嘘問われないんですか。はい、あ、なので、はい、裁判長も、うん、まあ、その加害者に対する事故の相手に対する、うん、まあ、不誠実な対応は批判をしてくれたけど、うん、まあ、量刑には全く反映されないので、あ、うん、死傷者1人のただの信号無視での死亡事故で、うん、執行猶予付き判決。あ、じゃあちょっと現実的にはもう嘘をついたもん勝ちになっちゃうって感じになっちゃいますよ。何も罪問われないとこのままでは、ね、そうですね、はい、結構私たちも頑張って、うん、ツイッターとか、うん、そういうふうに SNS で話題になるように頑張って活動してて、うん、で取材もこういろんなマスコミから受けてたので、はい、注目はそこそこされてたと思うんですけど、うん、当時、うん、結局執行猶予付き判決。そうですよね、うん、嘘ついたもん勝ち。ちょっとおかしいですよね。正直者がバカ見ちゃってる、うん、それじゃあね。そうなんですよね。正直話しちゃうと罪になって、そうですそうです、嘘ついたら運良ければ逃げれちゃうみたいな、そう、そういう法律、現状はそういうことですもんね。そうなんですよね。あ、悪しき判例を残してしまう。そうですよね、思っちゃいましたね。あ、じゃあその辺 の改善していく活動にも何かやられてるんですか。そうですね、はい、やっぱり風化されないように、はい、私も SNS 発信をしたりとか、はい、今はほとんどメインの活動は、はい、通学路に立って、うん、子どもたちの、はい、まあ、交通ルールを教えたりとか、はい、はい、あ、っていう、はい、ボランティアで。ボランティア、あ、じゃあ結構交通ルールを、はい、守るようなそういう活動してると。あ、そうですね。あ、その活動していく上でなんか大事にしていることとか心がけていることなんかアニさんなりにありますか。そうですね、やっぱり、まあ、その交通事故ってゼロにはできないんだなっていうのがあって、うん、そうですね、うん、でもやっぱり子どもたちに交通安全を教えていっ
て、はい、この子たちがやっぱりその大人になった時とか、うん、自分たちがドライバーになった時に交通安全を心がけてくれれば少しでも事故が減るのかなって思って、うん、はい、まあ、子供たちだけじゃないですけど、はい、一件でも交通事故を減らせたらなっていう思いで活動を続けています、はい、普段の活動でですね、なんかその楽しい瞬間とか幸せだなって感じることなんかありますか、いろんな活動の中で。あ、そうですね、その事故が起きてから4年半以上経ってるんですけど、はい、うん、未だにそのツイッターとかで事故当初からフォローしてくれて、うんうん、温かい言葉をかけてくれる方っていうのが何人もいて、はい、ずっと応援してるよって言ってくれるんですよ、はい、それがもうやっぱり、まあ、誹謗中傷とか嫌なこともあったけど、うん、SNS で、はい、すごいその応援してくれる方も何人もいるんだなっていうのが実感できるので、はい、その時が嬉しいなって思います、ね、じゃあ逆にその活動でですね、大変なこととかなんか辛いことって今なんかあります？そうです、やっぱその誹謗中傷今ほとんど減りましたけど、うん、はい、誹謗中傷はやっぱり、うん、それもゼロではないので、はい、その、まあ、名前のこととか、はい、若いことなんですけど、はい、そういうことを言われるとやっぱり辛いなと思います。あ、じゃあやっぱ未だにちょっと多少ないともやっぱ、うん、誹謗中傷若干あるときはあるんですか？そうですね、まあ、誹謗中傷までいかないのかもしれないですけど、うん、批判はやっぱりどうしても誰でもそうだと思うんですけど、はい、されるので、はい、ね、自分のことよりも家族のことを言われる、はい、まあ、父のことだったり、はい、兄弟のことを言われるのが辛いですね、うん、ああ、なるほど。じゃあそのやっぱ事故を最初の段階で結構いろいろ辛いことあったと思うんですけど、うん、そういう時なんかどうやってその乗り越えたというか結構毎日辛かったと思うんですけど、うん、なんかそのどうやって自分を奮い立たせたというか何かありますか？そうですね、やっぱりその一番下の妹、はい、4人兄弟なんですけど、はい、一番下の妹がまだ小学生だったっていうのもあって、はい、私は一番上なので、あ、長女ですね。なんです、あ、はい、なのでもう辛いけど、はい、私が頑張るしかないっていう気持ちで走ってきたって感じです、はい、うん、あ、じゃあ結構お母様は結構やっぱ精神的に参ってた時期はあったんですかね、事故当時。そうですね、母もそうですね、もう家からほとんど出れなかったので、うん、あ、はい、そうですね、はい、私がしっかりしなきゃっていう気持ちで、はい、それどんどん乗り越えていったっていう形だったんですね、はい、そうですね、あ、ありがとうございます。その、まあ、今事故、こういう出来事があった中で、うん、なんかその、まあ、結構辛かったと思うんですけど、なんかプラスになったことってご自身なりなんかありますか、こういう経験をして。はい、そうですね、やっぱり父が事故に遭わなければ、はい、出会わなかった人たちっていうのがやっぱりいて、うん、いろんな事故の遺族の方とか、うん、はい、うん、でそういう方たちにやっぱりすごく支えられたっていうのもありますし、はい、あと父の実家が鹿児島の離島なんですけど、はい、その離島の徳之島っていうんですけど、徳之島の方うん、もすごく応援してもらって、署名もたくさん送られてきて、はい、ね、父が事故に遭わなければあんまり徳之島に興味もなかったし、はい、交通事故もやっぱりどこか人ごとに感じてた部分っていうのがあって、うんうん、こういうことがあったけど、はい、うん、そういう方たちと出会えたことっていうのがプラスの出来事だったかなと。じゃああれですか、お父様が生きてる時はあんまり徳之島にもあんまり行ったことはなかったんですか？そうですね、小さい頃に行ったっきりで、はいはい、そうですね、やっぱりかなり費用も時間もかかる、かかりますもんね、はい、行ったことなくて、はい、あまり、そうですね、まあ、おばあちゃんいるんですけど、はい、まあ、興味がないというか、はい、おばあちゃんに、おばあちゃんが連絡を取るんですけど、はい、徳之島自体にはあまり興味がなかったです、はい、あ、じゃあこういうことがあって徳之島にはもう何回か帰られてるというか行ってはいるんですか？この前初めて、はい、やっとあの民事裁判が終わったので、はい、行ってきて、はい、はい、あ、ちなみに民事裁判の結果って差し支えなければどういう結果になったんですか？民事裁判が、はい、私の今年やってようやく終わって、はい、でも相手は一度も出廷しなかったので、あ、
それはなんかしなくても大丈夫なんですか？しなくてもいいらしいですね。私がやっぱりあの相手に来てほしかったですけど、うん、そうですよね、はいはい、弁護士しかなかったので私も出廷しなかったので、はい、で相手の弁護士もそこまで反論しなかった。あ、でも全面的に認めるって形だと民事に関しては、はい、うん、相手の、うん、まあ、娘のインスタとか、うん、そういうのも刑事裁判では主張できなかったことを、うん、はい、私が民事裁判で主張できたんです。はい、私たちが目撃情報を集めたりとか、はい、証明活動してる時に、はい、その事故の相手の娘さんが、うん、まあ、ちょっと煽るような、私たちが煽るような投稿をしてた、うん、あ、娘さん自身がですか？相手が。あ、そうです、そうです。うん、それはやっぱ刑事では本人じゃない、はい、事故は起こした本人じゃないので主張できなかったけど、うん、刑事ではそこ主張できて、うん、でそこもほぼ認めたんですよね、はい、相手の弁護士が、うん、はい、なので、うん、まあ、本当は本人に来てほしかったけど、はい、まあ、ほぼ認めてもらえたので、はい、良かったというか。あ、その刑事裁判の鼓動の悔しさはない、はい、あ、民事に関しては、はい、あ、じゃあご自身的には結構納得できている部分ではあるんですね、民事に関しては。そうですね。あ、分かりました。アリさん、今なんか夢ってありますかね？夢、はい、そうですね、今あの、まあ、その父の事故をきっかけになんですけど、はいはい、結構法律の勉強をするようになって、はい、自分も興味が湧いて、うん、今年の4月から、はい、今通信の大学に通われてて、うん、あの法律を学んでる、うん、はいはい、なのでやっぱり、まあ、弁護士とかっていうのは多分難しいとは思うんですけど、はい、自分がそういう法律の知識を身につけて、はい、私たちみたいな事故被害者とかを支援できるようになりたいなって思います、ね、そうですか。法律勉強してみてやっぱりちょっと何でしょうかね、ちょっと理不尽な点とかと見えてきます、やっぱり、はい、ね、勉強すると、うん、あ、すごい曖昧だなって思いますね、うん、法律が、はい、知れば知るほど、知れば知るほど、そうですね、やっぱ法律ってやっぱ自分が当事者にならないとわからないですもんね。分からない、こんな法律なのみたいなのも多いじゃないですか、うん、そうですね、はい、経験してみると、うん、あ、じゃあ実際勉強してみるとそういう面があるんですね、いろいろと思いますね、やっぱりアップデートされてないなって。あ、なるほど、改正がされてないと。改正されてない、あ、古い昔の状態のまま今まで来ているなと思います、ね、はい、あ、法律に関してはじゃあ交通事故だけじゃなくていろいろなもう刑事事件とか全てにおいての全体的な法律の勉強をされてるっていうことなんですか？うん、そうですね。あ、分かりました、ありがとうございます。今ですね、なんか一番楽しいことを幸せと感じる瞬間でアニさんなんかありますか？生活してて、生活してて、はい、子供がまだ小さい子たちがいるので、あ、はい、兄さん自身のですね。あ、そうです、はいはい、はい、私の子供がまだ、うん、一番下が2歳、はい、まあ、一番は中学の中1なんですけど、はい、子供たちとやっぱり遊んでるのが一番楽しいです、はい、あ、じゃあお子さんにも結構交通安全に関してはもうきっちりと教えていらっしゃるんですか、普段？なんかもうゆるゆると結構ゆるゆると、ゆるゆると、あ、楽しくって感じですか？はい、あ、ありがとうございます。お子さんたちも今回の出来事はいろいろお話はしてるんですか？あ、してますね。あ、やっぱ反応はどうですか、やっぱり？そうですね、当時は、うん、私の一番上の子が、はい、まだ小学校2年生とかだったんですけど、うん、はい、もう目撃情報集めとか、うん、証明活動とかすごい手伝ってくれてたので、うん、2番目の子はまだ赤ちゃん、はい、はい、もうあのなんとなくやっぱりニュースとか、うん、私が映ってるニュースとかを見て、はい、事故状況っていうのが理解できてるみたいで、はい、うん、お父、あ、あの私の父のことを、うん、お父さんって呼んでるんですけど、はい、うん、そのお父さんが悪くないのに、うん、死んじゃったんだよねみたいなことが言ってきますね。はい、なるほど、じゃあその辺は結構認識はされてるんですね、小さいのに、はい、ね、あ、ありがとうございます。今一番ですね、大切にしている宝物とかって何かありますか？あ、そうです、宝物、はい、やはり家族との時間ですね。あ、うん、なるほど、じゃあ家族の時間を大事にしていると。じゃあなんか趣味とかハマっていることは何かありますか？最近あんまり趣味とか、はい、あの昔はサーフィンとかやってたんですけど、はい、うん、
今あんまりなくて、はい、お酒飲んでます。あ、お酒ちなみになんか一番好きなお酒って何かあります？ビールとハイボールを、はい、永遠に飲んでます。あ、その辺は結構じゃあ大好きと、はい、地ビールもあるんですよね、この三島はね。そうですね、はい、でも地ビールあんまり飲まなくて。あんま飲まないですか？はい、あ、朝日のスーパードライバーか飲んでます。あ、わかりました、はい、ちょ最後になるんですけども、なんか告知とあれば何かおっしゃってください。告知、はい、告知は特にないですけど、はい、はい、なんか SNS とかやられてるんですよね。あ、はい、そうですね、はい、Twitter、はい、今 X がやってるので、うん、はい、ちょっと最近また頑張って発信してるので、はい、はい、一人でも多くの方に見てもらって、うん、はい、まあ、一日一日を皆さん大切にしてもらえたら嬉しいなと思ってます、うん、はい。じゃあもう最後なんですけども、アンリさんにですね、今回 の、 まあその交通事故とか、まあ、全体を通してですね、皆さんに伝えたいこと、一番知ってほしいこと何かあれば一言お願いします。はい、やっぱり私も父が事故に遭うまで交通事故ってどこか人ごとに感じてたんですけど、いざ自分が被害者になって、あまりにも本当に一瞬で家族を失って、やっぱりもっとこうしてあげればよかった、信頼してもっとこう言ってしてあげればよかったとか、ああしてあげればよかったって思いがすごくあって、なのでやっぱり今いる大切な人がいること、生きてることって当たり前じゃないんだなっていうふうにすごく痛感したので、今いる皆さんがいる大切な人との時間を大事にしてもらいたいのもありますし、ドライバーの方はもうドライバー、ハンドルを握るときに交通事故に合わない、自分も起こさないし合わないっていう気持ちで安全運転を心がけてほしいなって思います。そうですね、やっぱ事故はあれですもんね、加害者も被害者もやっぱ人生が結構大きく狂っちゃいますからね。どちらにもね、はい、被害者も加害者も。そうですね、そうですね、はい、わかりました、ありがとうございます、はい、本日なんですけどもですね、三島市のですね、バイク死亡事故の遺族でありますアンリさんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。